おはようございます。川添のおさんです。はい、今日はですねミニトマトに追肥をしていきました。はい、まあ、農家さんは水と一緒に液肥という肥料を毎日一緒に大体の人は流しているので、そこまで粒の肥料に、ね、何回もこだわってやるっていうわけではないんですけど、家庭菜園の人とか粒の肥料でやる人は大体目安としては、はい、第一花房の色から第三花房の色がつく、まあ、間ぐらいに追肥をパラパラってやってあげるといいのかなと思います。じゃないとですね、どんどん実がなるにつれて実に栄養を取られていくので、木が細く弱くなってしまうんですよね。で、木が弱くなってしまうと花が咲きづらかったり、実がねちっちゃくならなくなったり、することがあるので、まあ、できればこの樹勢が弱くなるうちに、まあ、追肥をしてあげるといいのかなと思います。はい、まあ、ホームセンターとかに行くと、まあ、結構肥料があると思うんですよね。888とか、まあ、33なんぼとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、粒で肥料をねやっていく人は888ぐらいでちょうどいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、ただどうしても肥料元肥を入れたけど枝が細いなっていう人は色がつく前に、まあ、やっても問題はないと思うんですけど、木のバランスを見ながらやってあげてみてください。はい、こっちの品種はですね、さっきのところと違ってシングルが多いんですよね。一つの房、ただ実が大きくなりやすくて、で樹勢も結構強いので、以前紹介したメガネになりやすくて芯がね詰まりやすいんですよ。だからこういう時はあまり追肥とか水分とか与えすぎない方がいいんですよね。はい、さっき888とか肥料追肥、まあ、やるといいんじゃないかってお話ししたんですけど、まあ、やるにしても33なんぼとか、はい、数字を低くして肥料の成分を低くしてやった方がいいですね。はい、まあ、やらなくていいと思うんですけど、でさっき第一花房から第三花房のあたりの色がついてからでいいと言ったんですけど、まあ、第三花房の色がついてからで全然大丈夫なんじゃないかなと思います。その頃には枝が素直にまっすぐ伸びていくと思うので、メガネはなくなっていっていくと思うんですけど、はい、こういうバチバチの状態の時は追肥はまだやらない方がいいかなと思います。だいたい粒の肥料をまいてから1週間から10日すると肥料がねどんどん効いてくると思うので、よかったら参考にしてみてください。ということで、またチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。はい、だいぶさっきの場所と比べて葉っぱの色が濃いんですよね。それじゃあ、バイバーイ。